プレストンブレイク・ギルメットは、アメリカ合衆国カリフォルニア州プレイサー軍、ローズビル出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB のマイアミ・マーリンズ参加所属。2008年の MLB ドラフト22巡目で、オークランドアスレチックスから指名されたが、契約には至らなかった。2009年の MLB ドラフト9巡目で、クリーブランド・インディアンスから指名され、 6月16日に契約。契約後、参加の A-9、魔法ニングバレースクラッパーズでプロデビュー。15試合に先発登板して6勝6敗、防御率4.09、62奪三振を記録した。2010年は A 級レイクカウンティキャプテンズでプレーし、30試合に登板して4勝1敗11セーブ、防御率2.25。 79奪三振を記録した。2011年は AA 級キンストンインディアンスでプレーし、52試合に登板して1勝1敗35セーブ、防御率2.16,60奪三振を記録した。2012年は AA、Q、アクロンエアロズでプレーし、50試合に登板して2勝2敗24セーブ、防御率2.39,51奪三振を記録した。 2013年は、トリプル A 級コロンバスクリッパーズで開幕を迎え、7月7日にインディアンスとメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。7月10日のトロントブルージェイズ戦でメジャーデビュー。7回2から登板し、0.2回を無安打無失点、1奪三振に抑えた。7月11日にトリプル A 級コロンバスへ降格した。 8月8日にメジャーへ再昇格し、同日のデトロイトタイガース戦に登板したが、2.2回を投げ6安打4失点の乱調で、8月9日にトリプル A 級コロンバスへ降格した。ロースターが拡大された9月1日にメジャーへ昇格。この年メジャーでは4試合に登板して、防御率10.13、1奪三振を記録した。2014年3月10日に、 インディアンスと一年契約に合意。3月19日にトリプル A 級コロンバスへ移動したが30日にディーフとなった。2014年4月7日にトーステンボスとのトレードでボルチモアオリオールズへ移籍した。同日に参カのトリプル A 級ノーフォークタイズへ移動した。同球団では12試合に登板して2勝1敗4、セーブ、防御率5.65を記録した。 5月12日にメジャーへ昇格。昇格後は2試合に登板したが、5月13日の試合後にトリプル A 級ノーフォークへ降格した。5月22日にトミーハンターが故障者リスト入りしたため、メジャーへ昇格。同日のインディアンス戦で2.1回を無安打。無失点に抑えたものの、5月23日にトリプル A 級ノーフォークへ降格した。 5月25日に最昇格後は6試合に登板したが4試合連続失点するなど結果を残せず6月6日にトリプル A 級ノーフォークへ降格した7月5日にダブルヘッダーのためメジャーへ昇格したが登板のないまま6日にトリプル A 級ノーフォークへ降格した7月10日にメジャーへ最昇格した昇格後は1試合の登板にとどまり7月22日に トリプル A 級ノーフォークへ降格。7月28日に昇格したが、登板機会のないまま、31日にトリプル A 級ノーフォークへ降格。そのままシーズンを終えた。この年メジャーでは10試合に登板して0勝1敗、防御率5.23、12奪三振を記録した。9月27日にディーフとなった。2014年10月3日に、金銭トレードで、 ピッツバーグパイレーツへ移籍したが、12月19日に、ィーフとなった。その後、12月23日に、ウェーバー工事を経て、ブルージェイズへ移籍した。2015年シーズンは、開幕を、参加のトリプル A 級、バッファロー・バイソンズで迎え、5月10日に、ィーフとなった。2015年5月13日に、ウェーバー工事を経て、タンパベイレーズへ移籍した。7月7日に、 ディーフとなった。2015年7月10日に、ウェーバー工事を経て、ロサンゼルスドジャースへ移籍したが、21日に、ィーフとなった。2015年7月31日に、ウェーバー工事を経て、ミルウォーキーブルワーズへ移籍した。9月8日に、マイナー契約で参加のトリプル a 級、コロラドスプリングススカイソックスへ配属された。オフの11月6日に、FA となった。 2015年12月8日にタイガースとマイナー契約を結び2016年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった2016年はシーズン中はメジャー昇格することなく1年間参加のトリプル a 級トレド・マット・ヘンズに所属となったオフの11月7日に FA となったシーズン終了後は ドミニカウインターリーグのトロスデルエステに所属。東京ヤクルトスワローズ時代2016年11月21日に東京ヤクルトスワローズとの契約締結を発表した。2017年は開幕から中継ぎとして登板していたが、防御率4点台と不安定な投球が続いていた。8月中旬頃からファームで先発として調整を重ね、 9月7日の横浜 DNA ベイスターズ戦で来日初先発を果たす。その試合で7回無失点と高騰し、来日初勝利を挙げた。オフの12月2日に自由契約公示された。2018年1月7日にセントルイスカージナルスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。開幕は、参加のトリプル A 級メンフィスレッドバーズで迎え、 6月5日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。だが、マイアミマーリンズとの2試合で5失点、防御率22.50と打ち込まれ、6月7日にィーフとなった。2018年6月9日にウェーバー工事を経てブルージェイズへ移籍した。7月4日にィーフとなり、6日にマイナー契約でトリプル A 級バッファローへ配属された。 レギュラーシーズン終了後の10月10日に FA となった。2018年11月19日にミネソタツインズとマイナー契約を結び、2019年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2019年は参加のトリプル a 級ロチェスターレッドウィングスでプレーし、44試合に登板して2勝6敗8セーブ、防御率4.93。 94脱三振を記録した。オフの11月4日に FA となった。2020年8月9日にマーリンズとマイナー契約を結んだ。長身を活かしたダイナミックな投球フォームが特徴。決め球はスプリット。脱三振率が高い。ありがとうございます。